はい、どうもこんにちは、ビチアモ TV のカワチョンでございます。毎回ですね、さまざまなバイクをですねセレクションしてお届けして深掘りしていっているですね、ビチアモバイクセレクションシリーズなんですけれども、今回ですね、満を持して登場するのはジャイアントでございます。ジャイアントのバイクいろいろありますよね。例えばエアロロードのプロペルだったりとか、軽量オールラウンドモデルの TCR とか、あといち早くディスクブレーキに対応したディファイっていうロングライドモデルもありますね。いろいろね、ジャイアントのロードバイクを思い浮かべる方多いと思うんですけれども、今回ご紹介するのはですね、意外にもこちらのバイク、ジャイアントコンテンド2と言われるですねエントリーグレードのロードバイクですね、ご紹介させていただこうかなということでですね、ジャイアントですね、メーカーだったりとかバイクの作りだったりとか、そういった体をなすっていうと変かな、そういった体現しているモデルとしてですね、このジャイアントのコンテンドってモデルはね、なかなかジャイアントらしい一台になってるので、どこがそういうことなのかとか、ジャイアントとは一体どういったメーカーなのかとか、そういったのちょっとね、お伝えできればと思います。まずですね、このジャイアントのねコンテンド2というモデルについてですねお話しするとですね、ジャイアントシリーズですね、昔からですね結構幅広いラインナップがあって、カタログって見たことあるよね。ジャイアントのカタログこんな分厚いのすごいね。まあ当然マウンテンバイクから、クロスバイクのエスケープシリーズとかで、クロスバイクもいっぱいあるんだよな。エスケープシリーズだったらエスケープ R3 とか RX3 とか、あとジャイアントシークとか、シークって今ないのか、あとグラビエとかね、なんかすっごいあるんだ、あれだけでね。だからロードバイクもそれだけラインナップがいっぱいあって、で、もともとロードバイクシリーズの中の低価格帯のモデルっていうのはジャイアントペースっていうモデルがあったりとか、あとジャイアントペースは実は確かクロスバイクフレームをドロップ化したやつだったかな、だったと思います。で、それの後継がエスケープドロップっていうのがあったりします。なんで一番最価格帯というのは実はこのコンテンドシリーズじゃなくてその辺だったりするんですが、ピュアなロードバイクとしてはディファイシリーズっていうのが2010年代半ばぐらいまであって、リムブレーキのディファイだね。で、数字が大きくなればなるほどジャイアントのモデルっていうのはグレードが下がっていきます。ディファイシリーズだったらディファイ1、ディファイ2、ディファイ3、ディファイ4っていうのがあって、ディファイ4と一番上の1だと何が違うかっていうと、フレームはだいたい一緒なんですよ。で、コンポーネントですね、ついているパーツ、じゃあ、まあ、大体シマノなんですけども、ティアグラとかソラとかクラリスとか、まあ粘土によってはシマノじゃないものがついてたりとか、サンレースとかそういうのがあったりしました。で、コンテンドシリーズももちろんそうで、コンテンド2っていうのは、もう3ってあんのかな、たまにねジャイアントって限定でそういうなんかすごい再廉価のさらに廉価みたいに出したりするんですよ。で、一応ねカタログ上2が一番下だったと思います。で、これついてる変速機とか見ると分かるんですけど、これなんとマイクロシフトついてるんだよね。ジャイアントは一時期スラムの、親会社だったことがあって、その時期だと、スラムの安いコンポーネントがついてる時期もあったりしました。今はスラム独立しちゃってるんで、ジャイアントとは資本関係ないんですけど、昔ということもあったりして、これ2023年モデルかな、確か2023モデル、昨年だったと思います、モデル自体が。で、これ今年の2024になってると確かシマノの、クラリスになってます。なんでこの辺とかやっぱジャイアントとかサプライヤーが結構年度年度に変わってたりはします。コンテンドシリーズはこれの上に SL っていうモデルがあります。 SL1、SL2 ってあって、そのコンテンドシリーズの SL がつくとフレームが変わってきます。同じアルミなんだけど、ちょっといいアルミで重量が軽くなってたりとか、そういったのがあったりします。なんでジャイアントのモデルの法則自体は今お話したやつはトップグレードも大体一緒で、まあ一部なんちゃら KOM とかついたりとか、なんかいろいろあるんですけれども、まあ基本的な考え方は数字が増えれば増えるほど下のグレードになりますよっていうのと、モデル名が一緒であれば数字が違うだけだったらフレーム自体一緒ですよとか、そういった感じで捉えてもらうといいんじゃないかなと思います。で、このコンテンドシリーズはこの先ほどお話ししたディファイシリーズですね、ディファイシリーズの、リムブレーキがなくなって、ディスクブレーキにのみになったんですよ、確か途中でね。で、その時にリムブレーキの低価格帯のディファイを、補充する形で生まれていったのがこのコンテンドっていうモデルだったりします。コンテンドシリーズは基本的にはミドルローみたいな感じだよね。本当に初心者とかスポーツバイク始めたいなっていう方向けの、手を出しやすい、モデル名、モデルっていうか、まあ、モデルラインナップ
ラインになってるかなという、そういったモデルになってます。これいろんなとこでも売ってるから、まあお店でも見たことある方すごく多いんじゃないかな。モデルについてちょっとさらっと触れてみると、本当さらっとね、だってみんな知ってるよね、ジャイアントのバイク自体はね。本当にオーソドックスなリムブレーキのモデルで、この強いスローピングね、ここにも書いてあるけど、コンパクトロードって書いてますけど、まあ、TCR の CR だな。誰でも、まあ言い方あれだけどね、足短い方でも、ポジションが出せるように、もうあのコンチューブが短い、あのスローピングジオメトリーっていうね、ジャイアントの特徴だよね。で、ここのドロップハンドルの深い前傾がね苦手な方だったら、ここのあのサブブレーキでも踏めますよ、使えますよっていうね、になっていたりとか、あとあのシートポストとかもね、くるんくるん回ったりしないようにですね、このあのD フューズ型っていうね、 D タイプのここがカットしてあるタイプのシートポスト、これもジャイアントですねらしい、作りになってます。で、変速機がこれ珍しくて全部マイクロシフトなんですね。これシフターもマイクロシフト、あ、シフター違うな、シフターはクラリスになってたりしますね。で、まあ混ぜて大丈夫なのってあるんですけど、まあ昔のコンポーネントって大体混ぜてあったので、そんなに信頼性的には問題ないんじゃないかなという作りになってます。クランク自体もゴッサマ、ゴッサマじゃないのかこれ、テンポだ本当にね、アルミのやつで、で、いわゆるコッタレスクランクっていうテーパード BB に、入れるタイプ、昔からあるタイプのものなので、すごくオーソドックスで、まあ信頼性があって、なおかつスポーツバイクとしての、拡張性、拡張性があるってことは修理するって時に、まあ何でも使えるよみたいな、まあシートポストとか、あとまあジャイアントだとオーバードライブ2だったりとか、まあこういうところでちょっと独自企画あるんですけれども、まあタイヤだったりとか変速機だったりとか、すごく初心者の方でも、まあ壊してもすごいお金がかかったりしないような、やっぱり確実な作りになってます。ジャイアントだとやっぱりこの溶接自体がすごくよくできていて、モリモリってやってますけれども、これ上位グレードの軽いアルミとかだともうちょっとね、溶接自体の作りが違ったりってあって、で、なんて言ったってジャイアントって言ったら、OEM 元としても結構有名で、いろんなメーカーの OEM をやっていたりします。イオンバイクの、プライベートブランドだったと思う、モーメンタムってものがあるんですけど、あれ確かジャイアントが作ってたりとかはします。あと一般的な自転車だとヤマハの電動自転車ね、パスシリーズね、あれは、今もちょっとあるのかな、今はもう一部多分ブリヂストンで作ってるフレームもあるんですけど、ヤマハはフレーム屋さんじゃないので、ジャイアントが、ヤマハのパスシリーズのフレーム作ってたりっていうのがあったりします。やっぱりジャイアントこういったね、ケーブルの内装の入り口とかをアルミで作るのがすごく上手で、なのでパスシリーズとかも実はこのケーブル内装とかはやっぱりこのよく見るとジャイアントらしい溶接とか小物を使ってて、なんか結構しっかりしてて、溶接の感じとかもジャイアントのフレームっぽくて、なんかその辺とかね、街中の駐輪場とかでも結構見かけると思うので、ヤマハのパスシリーズのバイクとか見てみると面白いんじゃないかなと思います。ただですね、ジャイアントですね、みんな知ってる、世界ナンバーワンの生産ブランドなんですけれども、やっぱり皆さん抱いているようにですね、ジャイアントだと面白みがないというか、本当によく見かけるので、他人かぶりがちょっと気になるとか、バイクとしてもやっぱりちょっと、おとなしすぎるかなという感想を抱く方多いんじゃないかないかなと思います。実際ビチアム TV でも紹介していて、ジャイアントのバイクについてはやっぱり、ね、結構ねいろいろねコメントが入ること多いんですけれども、じゃあそうなった時にね、じゃあジャイアントって一体何者なのかみたいなね、そういった部分のお話になってくるんですけど、今紹介したようにですね、ジャイアントはもともと OEM が結構強いメーカーで、ジャイアントっていう、メーカーのブランドの自転車よりも先にOEM 生産から始まったんですね。企業自体は70年代初頭の1972年だったかな、それぐらいに確かできてます。それの前は確かね、魚の養殖とかやってました、ジャイアントね。キングリュウさんっていう方が有名ですね。まあ人によってはキングの G は発音しないよって言うんで、あれだ、アバンと一緒だね、これだ、オルベアのね、 G は発音しないからキングリュウじゃなくてキンリュウさんですっていう方もいるんですけれども、まあちょっとね、自分としてはキングリュウの方が馴染みが深いんでキングリュウって言っちゃいますけども、彼が、ジャイアントのブランド始めたのが1970年代初頭ね。で、当時やっぱ台湾とかで、輸出目的の工業生産やろうってなってった時に、ジャイアントは自転車を作ってやろうってなってったわけなんだけど、1970年代っていうのは世界最大の自転車メーカーって何かっていうと、アメリカのね、シュウィンっていう
メーカーが確かあったんですね。1970年代初頭ぐらいまでそうですね。シュインっていうメーカーがありました。でアメリカの自転車っていうのは実はやっぱりアメリカってでっかい国なんで、やっぱアメリカの、ね、最大の自転車メーカーイコール、やっぱり世界最大の自転車メーカーになっちゃうんですけど、まあ、シュインの自転車って多分視聴者の方あんまりね馴染みないと思います。どういった自転車がメジャーかっていうと、まあ、シュインもいろいろストーリーがあって、 BMX のスティングレイっていう BMX があるんですよ、シュインのね。でこれがすごい大ヒットして、まあ、BMX ブームっていうのが1960年代ぐらいからあったりとか、あと今もねシュインっていうブランド自体は残っていて、ビーチクルーザー結構出してたりするよね。でやっぱり映画のバックトゥザフューチャーとかで、なんだっけな、主人公のマーティの父親が、ワンで乗ってる、ビーチクルーザーとかああいうやつね。でああいうのでもやっぱりすごくシュインって売れたわけだね。銀幕の話をすると、オードリー・ヘップバーンがね、うるわしのサブリナっていう映画で自転車に乗るシーンがあるんですよ。でこれはね、シュインのザワールドっていう自転車に乗ってます、確か。なので、それぐらい、自転車イコールシュインだっていう時代があったわけですね。これがどうやってジャイアントにつながるかっていうと、1970年代ぐらいから、アメリカの方はまあ多分自動車の方もそうなんですけれども、やっぱり工業的にやっぱりちょっと輸入品がすごく強くなってって、やっぱ下がってっちゃって、で賃金が上げられなくてっていういろいろあって、シュインの工場、シカゴだったかな、ミシガンだったかな、どっちかだったと思うんですけど、で、ストライキ、大規模ストライキが起きて生産ができないってなっていった時に、まあ、シュイン自体も効率化を進める上で OEM 元を探してたわけですね。まあ、自国生産だけだとちょっと収益上げられないってなってきた時に、ジャイアントのキングリュウさんがすっごいシュインに売り込んだんですよ。でうちで OEM やらせてくれってね。でジャイアントのキングさんすごく真面目な方で、最初のうちはすごいジャイアントも品質がすごい良くなかったんですけど、結構やっぱ日本とか、まあ、元々キングさん自体が日本統治下の台湾出身なんで、日本語が結構流暢に喋れたんで、日本の工業製品からすごいかなり学んだそうです。でそれで、ジャイアントの製品の、クオリティを上げていって、シュインとの OEM 元を取ったわけですね。だからシュインのバイク自体の、OEM 生産が、ジャイアントの、なんだろう、躍進のきっかけみたいになったわけですね。これは1970年代のお話。70年代半ばぐらいになってくると、シュイン自体はさっき言ったように OEM が増えていって、でアメリカの、やっぱ工業製品の、事情とも、比例するようにですね、どんどん車用になっていって、その時に上がっていったのは日本のブリヂストンとかですね。だからブリヂストンも一時期70年代か80年代初頭ぐらいまでは、世界最大の自転車メーカーだったことがありました。でこれは日本の自転車業界もみんなそうなんですけど、ブリヂストン以外にも、パナソニックサイクルテック、当時だと、ナショナル自転車だ、とかもそうなんですけど、これみんな OEM やってたんですよ。海外の大手メーカーの OEM も結構やってて、で日本から自転車を海外に輸出するっていうのをやってたわけですね。ただジャイアントも当然同じなんだけど、でも日本のパナソニックと、ブリヂストンとか、ああいうのとこう丸石もそうだ、こういうのとジャイアント何が違うかっつったら、ジャイアントは自社製品なかったわけですよ。当然ブリヂストンはブリヂストンの自転車ありますよね。それ以外に OEM やるわけだ。だけどジャイアントはシュインの OEM わーってやって、で自社ブランド持ってなかった。でシュインがもしお宅の OEM やめますってなった時に、ジャイアント自体は突然大口を失うんで、そういうのちょっと良くないから、将来的な戦略として、ジャイアント自身のブランドをやっていこう。これ大体80年代初頭ぐらい、10年ぐらい経ってからかな。で、それぐらいからジャイアントっていうブランドが出ていきました。まあそういった形でジャイアント自体は躍進していって、で、まあ後々やっぱりプロツアーとかにも供給するようになっていったりとか、そうやってブランド自体は大きくなっていきました。カデックスとかの、ブランドを使ってカーボンフレームとかも出してましたよね。なので、やっぱり今現在においても世界最大の自転車メーカーになってるんですよね。ただ、じゃあこの辺がジャイアントの話をわーってしていった時に、僕もやっぱり興味があったんで資料を見たりとかいろいろ読んだ時に思ったんですよ。ジャイアントの歴史とかその資料を見た時に気づいたんですね。ストーリーがないんですよこういうとあれですけど、企業としてこういうことやりました、こういうことが起きましたとか、
何々がありましたみたいな。で、企業としてこういうことをやっていく。まあ、そういう資料だったかもしれないですけど、ただ、一つじゃないんですよね。いろんな、キングリュウさんのお話だったりとか、インタビューだったりとか、文献とか読んだことあるんですけど、なんかね、経済的とか、そういう企業の話ばっかりなんですよ。ジャイアント自体は結構プロツアーとかの選手にも供給していて、最近だとトム・デュムランとかがジロでイタリアで勝ったりとか、途切れてないんですよ。ずっと長いこと供給してて、昔は T モバイルとかも供給してたよね。だから、レースとかの活躍もそうだし、まあ、バイクのクオリティもそうだし、性能に関しても、まあ、申し分ないんですよね。それだけストーリーがないことはないんですよ。ただ、その歴史を見てった時に、歴史とか資料を見てった時に、なんかその、ロマンチックさが、いまいち感じられなかったんですね、僕自身は。例えばさっき言ったシュウィンのお話ね。シュウィンの自転車は、さっき話したように、オードリー・ヘップバーンがですね、ウルアシのサブリナで乗ったワールドという自転車があるんですよ。これ多分かなり有名な自転車。世界で一番人目に触れたという意味では有名な自転車と言っても過言じゃないかな。この、シュウィンのザ・ワールドという自転車ね。で、その他にも BMX ブーム自体があって、その頃にスティングレイというすごく特徴的な自転車を出したっていうね。で、これがやっぱ子供たちに使われたとか、そういったストーリーがあったりするんですね。で、日本の自転車はじゃあどうだってなってきた時に、日本の自転車でおそらく一番有名なのは、人目に当たったって意味で有名なのは、桑原の BMX だよね。これ確か、ジョージ・ルーカスの映画の ET って映画に使われてます。で、桑原の BMX、桑原のブランドっていうよりも、じゃああれ作ったのはどこか、何ぞやって言ったら、あれ確か東洋フレームなんですよね、作ってるのね。ただやっぱり桑原自体は、桑原 BMX チームっていうのがアメリカにあって、で、そこに桑原のバイクを使ってもらったんだけど、桑原のバイク自体は確か東洋フレームが作ってるとか、そういったレガシーが日本のそのバイクとかにあったりするわけなんですよね。あとはブリヂストンのバイクとかであれば、東海岸が確かパナソニックが強くて、西海岸がブリヂストンが強いとかあったんですよね。で、まあ、ブリヂストン USA っていうのがあって、それは西海岸の、ロードバイクカルチャーっていうのを結構入れてって、特に西海岸系のバイクっていうのは今もそうなんですけど、割とちょっとクオリティにうるさい、人が多いというか、そういうのがあって、そういう人たちに受け入れられるために、割とクオリティとかカルチャー重視のバイクをアメリカで出していて、それが支持されていって、まあ、今はもうブリヂストン USA ってなくなったんですけども、残党がですね、確かリベンデル、サイクルが確かそうだったかな。リベンデールが確かもともとブリヂストンサイクルだったと思うので、まあリベンデールのバイク自体は今でもね、やっぱり残ってて、結構ちょっと面白いバイクとか出してたりとか、ちょっと西海岸のバイクカルチャーに残ってたりとか、そういった遺産があったりするんですよね。なので、まあそういったストーリーがいろいろあるんですけども、ジャイアントに関しては、なんかいろいろ資料を見た時に、なんかそのストーリーとかレガシーをあまり感じなかったんですよね。探すと多分あるのかもしれないですけど、あんまりメーカーとして前面に出していない。で、どっちかといえばその修行者の、創業者のキングリュウさんのお話が結構多くて、彼が台湾を一周した、関東っていうのかな、漢字でどう読むのか分かんないですけど、台湾一周をして走る。で、今も結構自転車に乗られるんですよ、このキングリュウさん。だから修行者が、創業者がですね、バイクに乗って今も、プロモーションしたり、走ってるっていうのはやっぱ素晴らしいことだと思うんですけど、でもこれってアメリカの人からしてみたら当然なんですよ。やっぱりクリス・キングとかの会社でもそうだし、スペシャライズなんかで従業員が普通にJPT の選手より速い人とかいるわけですよ。なので、そういった自転車大好き企業からしてみたら、そんなプロモーションするほどのことかみたいな部分がやっぱりあったりするわけですね。なんで、その辺がやっぱちょっと現地とそのジャイアントの意識的なミス、ちょっとアンマッチというと変ですけども、そういった部分があったりするのかなとは思ったりするんですね。なんで、まあそういった部分があって、ちょっとジャイアント自体はいまいちなんかなんか垢抜けないというか、ちょっとね、評価的に、ちょっとジャイアントはなって思われちゃうところがあったりはするんですけども、企業自とか物自体はすごくしっかりしていて、特にまあ製品の精度だったりとか、供給体制も日本はすごく優れてますよね。海外だとどうなのかな？ヨーロッパだとあまりジャイアントの事情聞かないですけども、ジャイアント USA とかにもアメリカにもあったりして、で、こちらの方にもね、結構現地のスタッフを起用して、そっちの方もサポートしてるよっていうお話自体も聞くので、チョイスとしてはかなりいいチョイスだったりはするんですが、まあ、そういった部分でですね、ジャイアントのね、歴史の中でこういうふうな、企業としての成り上がりがありましたよっていうのをね、覚えておくと、今のジャイアント
の、企業のポジションとかバイクのポジションっていうのがね、結構ね、立体的に見えて面白いんじゃないかなと思います。実際やっぱりこの価格で、このクオリティでエンドユーザーに安定して供給できるっていう大企業っていうのはそうそう多くないんですよ。まあメリダとかもかなり大きい企業で、メリダのバイクとか出してますけども、やっぱりね、自転車屋さんとして新車を組み立てた時に、メリダとジャイアントってやっぱちょっと違う部分があって、やっぱりジャイアントは、こういうとあれですけど、うち、新車で今扱ってないんですけど、新車で売ってた時代は僕はジャイアントはかなり売りやすかったです。やっぱりお客さんを説得するというか、こうですよ、ああですよって売り込む時の心配事の潰し方がすごいやりやすかったんですよね。例えばバイク壊れたらどうしよう、パンクしたらどうしようとか、お値段どうしようとか、サイズどうしようとか、そういった部分の、こういうのがありますよ、こういうのがありますよという提案のしやすさはジャイアントは本当に良かったんですね。まあそういった部分では、まあレガシーとかストーリーとか弱くても、まあ生活の道具とかスポーツの道具ね、それから自分の暮らしにこういったことをやりたいなっていう遊びの一環としてはすごくねステディーなね選択肢の一つなんじゃないかなと僕は思うんですね。なのでまあそういった側面だとねジャイアントねなかなかね面白いというと変ですけども、そういった側面のある企業なんじゃないでしょうか。はい、というわけでですね、今回はですね、ジャイアントのですね、再連化モデルといっても差し支えないですね、ジャイアントコンテンド2から見えるですね、ジャイアントの企業だったりとか、こういう企業ですよとか、こういう作りですよという、そういった部分をですね、ちょっとそういったストーリー仕立てでお話しさせていただきました。まあ、ビチャイもバイクセレクションね、基本的に高価なバイクばっか取り上げてんじゃねえかっていう感じだったんですけど、まあ、こういったね、廉価帯のバイクでもですね、面白いお話とか、ちょっとね、話せそうなことありましたら、紹介していきますので、今後もですね、ぜひね、結構ね長い尺だと思うんですけども見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい、バイバイ。